こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、一角という海の生き物を知っているか？一角獣のこと？確かに、一つの角を持った海の獣という意味では、一角も一角獣と呼ばれることがある。その長い角が印象的なことから海のユニコーンと呼ばれることもあるぜ。あの長い角は神秘的だよね。名前も漢字で一角と書くものの、実はあの角は角ではないんだぜ。え？角じゃなくて一体何なの？また、一角は水族館で飼育することができないため、私たちは気軽に見ることができない特殊な生き物なんだ。確かに見たことない。なんで水族館で飼えないの？それでは、今回はそんな不思議な海の生き物一角について解説していくぜ。この動画では、一角の基本的な生態から角に隠された真実、また、伝説の生き物ユニコーンとの関係や、なぜ人間は一角を飼うことができないのかについて紹介していくぜ。それではゆっくりしていってね。まずは一角についての基本的な生態から見ていこう。一角は長い角のようなものを持った大型海洋生物の一種だ。他に、こんな大きな角を持った海の生き物っていないよね。なんで角を持っているんだろう。この角のように見えるのは実は牙なんだぜ。牙？歯ということ？左下の犬歯が異常に伸びたものなんだ。歯が上唇を突き破って出てきた部分が、角のように見えているだけなんだぜ。唇を突き破ってるの？一角か一角属に分類され、一属にはこの一角のみしかいない。一角は哺乳類で、クジラの仲間だ。クジラの仲間には見えないけど、クジラと聞くと口にヒゲが生えているシロナガスクジラみたいなのを想像しがちだけど、クジラにはヒゲクジラ類とハクジラ類がいて、一角は歯を生やしたハクジラ類に分類されているんだ。そうだったんだ。そして、ハクジラ類にはイルカも含まれている。その違いは体の大きさで区別されているぜ。体長が4メートル以上のものをクジラ、4メートル以下のものをイルカと扱われ、一角の場合、角を含めない体長がオスで約 4.7 メートル、メスはそれより小柄で体長 4.2 メートルほどだ。だからイルカではなくクジラの仲間に分類されているんだね。ただし、クジラの中には4メートルに満たない種類もいたりするので、そこは厳密ではないようだぜ。クジラとイルカの区別って意外と微妙なんだね。一角の体は、全体的に青白く、茶色の斑点模様がついている。背びれはなく、首、頭、胸びれや尾びれの縁が黒っぽいぜ。だけど年を取るごとに色がだんだん明るくなっていき、最後にはほぼ真っ白になる。色素が抜けるんだね。ますますユニコーンみたい。一角は英語ではナーワルと呼ばれている。一角の淡い色が溺死した船員の死体に似ていると言われていることから、死体のようなものを意味する北欧語のナーに由来するんだ。死体みたいとはひどいな。現地では白くなった一角は牙が確認できなかったりすると。白イルカに間違われることがあるそうだ。というか、実は一角カニは一角属と、白イルカ属の二つがあって白イルカは一角科の仲間なんだぜ。でも白イルカはイルカでしょ？白イルカという名前だけど、ハクジラ類のクジラの仲間なんだ。ややこしい。一角の主な生息地は北緯70度以北の北極海だ。このうち大多数の個体が生息している海域は、カナダの北やグリーンランドの西のフィヨルドやイリエなどで、生息数は4、5万頭ほどとされている。寒いところが好きなんだね。特にカナダのランカスター海峡には全一角の4分の3が生息していると言われているぜ。どんなものを食べているの？タラやイカを主に食用としている。意外と俊敏で潜水が得意なんだ。秒速2メートルの速さで8分から10分間下降して、一気に1000メートルもの深海まで泳ぎつけるんだ。1164メートルまで潜水したという記録があるぜ。すご。潜水時間も、同じ大きさのイルカは5分から10分ほどしか潜れない中、一角は20分は潜れるぜ。へえ、長い時間潜れる分、狩りも長くできるね。基本的に年齢や性別ごとに分かれた、15頭から20頭の群れを作って暮らしている。ただし、時にはその小さな群れがより集まるスーパーポッドと呼ばれる群れとなることがある。その数は数百、数千にもなるそうだ。すごい群れ。オスは生後8年から9年、メスは生後4年から7年ほどで性成熟を迎えて繁殖ができるようになるぜ。繁殖期は春で4月頃に交尾を行い、翌年の7月頃に子供を産む。妊娠期間は14ヶ月から15ヶ月で、通常1回に1頭の子供を産む。子供は20ヶ月ほど母親と一緒に過ごし、生きるために必要な知識を学ぶんだ。長い期間をかけて大事に育てられるんだね。天敵はいるの？天敵は同じく北極圏に住むシャチや北極グマだ。生息地が極寒の北極圏と非常に限られていて、観察がとても難しい。近年その生態が少しずつ明らかになってきたものの、まだまだわからないことが多い。一角って、未だ謎が多い生き物なんだね。
さて、一角というとやっぱり特徴的なのがあの長い角のように見える牙だ。牙には左ネジ方向のドリルのような螺旋状の溝があって、長いと3メートルにも成長するぜ。オスの体長が5メートル弱なのに、そんなに長く成長するの。それにしても、なんで1本だけ伸びるんだろう？ごく稀に、1本ではなく両側の犬歯が伸びて2本になっている一角もいるぜ。さらにほとんどは左側の犬歯が伸びるけど、500頭に1頭ほどの割合で右側の犬歯が伸びる個体もいるそうだ。左ばかり伸びるというのも不思議だけど、例外もいるんだね。そしてこれも例外もあるものの、長い牙はオスだけにしかない。それってもしかしてメスへのアピールのために生えているってこと？ああ、それもこの長い牙の理由の一つだ。繁殖期になるとメスへのアピールに使われるぜ。もしかしてこの巨大な槍みたいな牙でオス同士戦い合うの？牙を使って殺し合うような戦い方はしないけど、牙をお互いにぶつけたり擦り合わせたりするスパーリングと呼ばれる行動をするぜ。だから一角のオスの顔には、この時についたと思われる傷がよく見られるんだ。物騒な武器を持っているけど、牙で血みどろの戦いはしないんだね。この時、互いの牙の長さや持ち上げた角度で優劣を決めているようだ。オスとオスがメスを真ん中に挟んで、角の長さを比べ合うぜ。でもよく見ると、長さだけでなく太さもそれぞれ個体差がある。太さも重要なの？一角のメスは、太さより長さを優先したようだ。その結果、オスの牙が長くなったのではないかと考えられているんだぜ。それで、長い牙のオスが残り続けたということなんだ。この牙は人間の永久歯と同じように一度折れると二度と生えてこない。組成も一般的な歯とほぼ同じだ。ただし、唯一異なるのがエナメル質がないという点だ。エナメル質って歯の表面の部分だよね。本来エナメル質は歯の神経が直接外界に触れないようにする役目を担っている。だから、人間は虫歯でエナメル質が傷つくと歯が染みるみたいに痛むんだ。ということは、このエナメル質がない一角の牙は神経がむき出しになっているってこと？長い進化の過程で牙が発達したのだろうから、痛みがあるとは思えないけど、人の歯より敏感であることは確かなようだぜ。牙の表面には、周囲の様子を感じ取る数千もの微小な穴と末梢神経がある。そんなことから、一角の牙は感覚器となっているのではないかという意見もあるんだぜ。感覚器？海水の塩分濃度や温度など周囲の環境の変化を感知する能力があり、生息地を移動することや、餌を探すのにも役立っているのではないかと考えられている。さらには音の反響によって周囲の物体を認識するエコーロケーションにも使われているのではないか、という意見もあるんだ。エコーロケーションってイルカもやっているよね。さらに、この牙は他にもいろんな使われ方をしている。氷を砕いたりとか、餌を取る時も利用しているぜ。餌を取る時って、もしかして、あの尖った牙で腐って一突きするの？そんなことしたらどうやって餌を食べるんだ。牙を器用に使って、獲物の魚を叩き、弱ったところを食べる様子が確認されているぜ。でも、メスにはついていないんでしょ？もし餌を捕まえるのに必要ならメスは獲物を捕まえられないってこと？そうだな。専門家もその点で意見が分かれている。一角は、牙によるアピール合戦によって、飼ったオスがたくさんのメスを従えるハーレムを作るぜ。だから、繁殖行動に重要な役割を果たしているということは確かなようだけど、それ以外の利用については、よく分かっていないんだ。メスへのアピールのために生えていたけど、たまたま便利に使っているだけかもしれないね。いずれにしても、この角のように長くて不思議な牙は謎が多くありそうだね。一角は時々一角獣と呼ばれることもある。でも一角獣というと伝説上の生き物ユニコーンも同じように一角獣と呼ばれるぜ。ユニコーンの語源は、ラテン語の一つを意味する数字ウヌスと、同じくラテン語の角を意味するコルヌを合わせた名前だ。それに獣を足して翻訳したのが一角獣なんだね。確かにどちらも一本の角みたいなものを持った動物だよ。そんなことから、一角は時に海のユニコーンと呼ばれることがあるんだな。ユニコーンは頭に角を持っている白い馬みたいな生き物だよね。もしかして一角はユニコーンのモデルになったとか？確かに名前や、頭から出ている長い角、色が白いというところから、時々混同されることがあるけど、ユニコーンのモデルではないし、実在しているので伝説の生き物というわけでもない。なんかややこしいよね。伝説に登場するユニコーンという生き物は、紀元前3000年頃のアッシリア文明のレリーフや紀元前2000年頃のインダス文明の印象などに、すでに書かれているぜ。ただし、この頃のユニコーンは一つの角を持った牛やロバのような姿をしている。そんな昔からユニコーンっていたの？しかもロバみたいな生き物だったんだ。ヨーロッパにユニコーンを伝えたのは紀元前4世紀のギリシア人クテシアスという人物だ。インドの伝承として一つの角を持ったロバの話を紹介しているぜ。インドの伝承？本当に見たわけじゃないんだ。
ユニコーンの体は白く、角には解毒効果があり、俊敏さと獰猛さ。そして、周到な策を巡らして出し抜かなければ捕獲できないという。西洋ヨーロッパのユニコーン像がこの時すでに描かれている。ユニコーンって獰猛で、癖が強い生き物っていう設定があるんだ。実はユニコーンは旧約聖書にも登場していた時期がある。紀元前3世紀頃、旧約聖書をヘブライ語からギリシア語に翻訳する際、ヤグーという意味の霊夢をギリシャ語の一角獣を意味する、モノケロースに間違って翻訳されてしまったんだ。結局19世紀に間違いに気がつくまでずっとユニコーンと翻訳され続け、人々に記憶されることとなったぜ。それってほとんどの期間、ユニコーンだと間違われていたってこと？ちなみに現代の聖書の該当箇所は全てヤグーと翻訳されているぜ。だから、ユニコーンはヨーロッパでは実在の生き物と長い間考えられていたんだ。さらにそれを助長させたのが、ユニコーンの角の存在だ。中世ヨーロッパでは解毒効果のある薬としてユニコーンの角が高額で取引されていたぜ。やっぱりユニコーンって実在したの？いや、この時出回っていたユニコーンの角こそが、一角の牙だったんだ。この牙のせいで、ヨーロッパ中の人がユニコーンの存在を信じたんだ。かのエリザベス女王は、ユニコーンの角の杖や、ユニコーンの角のコップなどをコレクションしていたが、これらはどれも一角や生打ちの牙でできていたぜ。詐欺ってこと？一角は全然関係ないのに、牙だけがユニコーンの角として詐欺に利用されたの。そういうことだ。一角が住む海域は、ヨーロッパの人々にとってはあまりにも北すぎて、一角は19世紀までほとんど知られることがなかったんだ。じゃあ、誰がその一角の牙をヨーロッパに持ってきたの？極北地帯に住むイヌイットや海賊として有名なバイキングだ。彼らだけが、一角の本当の姿を知り、ヨーロッパとの交易を通して牙を流通させていた。特にバイキングはユニコーンの角として高値で売れることに味を占め、一角をたくさん買ったそうだぜ。一角を見たことがないヨーロッパの人たちにとっては、ユニコーンの角に見えただろうね。この一角の牙は、東洋にも竜の角として販売されたり、漢方薬の材料として用いられたりしたそうだ。江戸時代の日本にもオランダ経由で輸入され、当時の価値は同じ重さの金の10倍ほどだったというぜ。詐欺は許せないけど、それほど一角の牙は、ユニコーンや、伝説の生き物の角と間違われるほど神秘的な魅力を持っているということだよね。現在一角は基本的に捕獲することが禁止されているけど、北極圏で生活するイヌイットだけは漁が法律で認められているぜ。イヌイットって、地球上で最も寒い地域に住んでいる人たちだよね。太古の昔より狩猟をし、移住を中心にした生活を続けてきた民族だな。日本人と同じモンゴロイドの人たちだから、なんだか親近感が湧く民族だよ。イヌイットの間では、森にしがみついたまま海に引きずり込まれた女性が、その後、白イルカにくるまれ、森が牙となったのが一角だという伝承が残っているぜ。女性の姿になぞらえられているんだ。一角の牙は工芸品として利用するほか、肉は食用にもされているぜ。アザラシを食べるというのは聞いたことあったけど、一角も食べるの？アザラシや一角以外にもクジラやホッキョクグマなどの肉が彼らの主食だ。肉を中心とした食事をすることで、体内でエネルギーを燃焼させ、極寒でも過ごすことができるんだぜ。そのため、彼らはタンパク質と高カロリーな脂身をよくとっているんだ。野菜とか果物もそんな寒い地域じゃ取れないだろうしね。でも、それじゃあ、ビタミン不足になりそうだね。実は動物の血や脂身にはビタミン類やミネラル類が含まれるんだ。一角の皮膚や皮下脂肪には、なんと果物などに多く含まれるビタミン C がたくさん詰まっているんだぜ。そのため一角もまたイヌイットにとっては貴重な栄養補給源となっているんだ。へえ、まるで海の果物だね。ただし、こうした伝統的な食事も近年失われつつあるそうだ。20世紀半ばまで、一角をはじめとする海生哺乳類はイヌイットの生活の糧であり、それ以外にも、油は燃料として、他の部位は縫い物の糸やテントの支柱、ソリといった日用品の材料にもなっていた。漁師たちも生活に必要な数しか一角を取らなかったぜ。今は違うの？1950年代後半からカナダ連邦政府が極北地域における行政管理を強化するため、イヌイットの定住化政策を実施したんだ。このことにより、イヌイットたちは伝統的な移動生活をやめて町に定住するようになった。イヌイットの生活場所も都市化が進み、スーパーマーケットで食品を購入し、今や普通の人と変わらない生活をしている人たちも多い。もしかして狩猟はもうしていないの？いや、今では一角の牙が大事な収入源となっている。一本につき1000ドル以上で買い取られるそうで、食用としてより牙のための狩猟が増えたんだ。日本でも買えるの？装飾品としてわずかに販売されているぜ。
根元から一本丸々の状態なら長さにもよるけど数十万から100万円ととても高額だ。中には300万という評価を受ける牙もあるそうだぜ。でも、折れたら二度と生えてこないんでしょ？一角の角は象牙などと同様、一度折れたらもう生えてこない。一角はとても俊敏に逃げるので、牙だけを狙うこともできない。当然、牙を手に入れるには一角を殺さないとならない。一角の狩猟が許されているのはイヌイットの特権とはいえ、捕獲数が増えるのはあまり感心しないね。しかも一角猟では、ライフル弾の命中数に比べて、実際に手にする獲物が極端に少ない。水面に顔を出した瞬間、頭か脊髄に弾を命中させなくてはならないし、タイミングが悪いとそのまま海中に沈んでしまったり、急所を外すと、よそに逃げられてしまうんだ。無駄死にする一角も多そうだね。イヌイットにとって一角は、生活に欠かせない存在という意味では変わらないものの、その使い道は昔と今とではだいぶ変わってしまったようだね。一角を実際に見たことがある人はとても少ないだろう。というのも、現在、生きた一角を展示している水族館は世界中どこにもないからだ。世界を探してもないの？一角を飼育している水族館もなければ研究施設もない。実は一角は人類には飼育できない動物なんだ。飼育できないって、どういうこと？今まで一度も飼育したことないの？かつて一角の飼育を試みたことはあったぜ。カナダにあるバンクーバー水族館が一角を飼育しようとしたんだ。発案したのはバンクーバー水族館の館長であったマレー・ニューマン氏だ。彼はその後1993年に引退するまでの37年間、バンクーバー水族館の館長を務めているぜ。クジラ類の展示をすることで、バンクーバー水族館を世界トップクラスの水族館にすることに成功した人物だ。どんな生き物がいたの？1968年の時点で、イルカ、シロイルカ、シャチが飼育されていた。どれも大型の海洋生物だね。それで次は一角を展示しようとしたわけだ。当時、まだ一角は珍しく、世界初めての試みでもあった。そこで一角をたくさんの人に知ってもらうことで、一角の関心を高め、保全活動にもつながることを望んでプロジェクトを立ち上げたんだ。なるほどね。まずはあまりよく知られていなかった一角を人々に知ってもらうことから、スタートだったんだね。1968年、ニューマン氏とチームは、カナダのヌナブト準州にあるバフィン島の北海岸にある、ポンドインレットという場所へ向かった。ここは現在でも小さなイヌイットのコミュニティがあって、数少ない一角が観測できる場所でもあるんだぜ。うわぁ、イヌイットが生活する極寒の地なんだね。まずはイヌイットのガイドに率いられ、2週間を費やして展示用の一角捕獲に挑戦した。でも、一角を捕らえることはできなかったぜ。え？一角を捕まえるのってそんなに大変なの？実は一角はとても警戒心が強い神経質な生き物なんだ。ちょっとやそっとでは生きて捕まえることはできないぜ。同じかのシロイルカは日本の水族館でも人気者なのに、それは意外だね。チームはさらなる挑戦を希望したものの、資金的な問題から断念せざるを得なかったぜ。ところが、翌年の1969年、同じカナダのヌナブト準州にあるグリスフィヨルドという村に住む、イヌイットのハンターが、負傷した赤ちゃんの一角を捕まえたんだ。傷ついた赤ちゃんか。もしかしたら助けることができるんじゃないの？しかし、この赤ちゃんはバンクーバーまでの空輸に耐えられないと判断し、バンクーバー水族館での購入は断念する。その代わりに、ニューヨーク水族館が購入することになり、アメリカに輸送されたぜ。ということは、一角を世界で初めて飼育したのはニューヨーク水族館ということ。ところが、残念ながらこの一角は1ヶ月後に死んでしまったんだ。残念だね。相当弱っていたのかな？そうこうしていると2回目の一角捕獲遠征計画が持ち上がった。なんと、バンクーバー在住の裕福な夫妻が、遠征資金を提供してくれると申し出てくれたんだ。そんな奇特な富豪がいたの？夫妻は北極圏に旅行した際にポンドインレットに生息する一角に魅了されたんだそうだ。そして、バンクーバー水族館が一角を捕獲するために、この場所を訪れていたということを地元の人々から聞き、一角をもっと多くの人に知ってもらいたいと思って協力してくれたんだ。なるほどね。チャンスが訪れたわけだね。こうして1970年、2回目の一角捕獲作戦が決行された。ニューマン氏と他、11人のチームは、水産省から一角を捕獲する許可を得ると、再びポンドインレットに向かった。ところが、やはり何の成果も得られず3週間が経ってしまったぜ。本当に一角って捕獲が難しいんだね。すると、またしてもグリスフィヨルドに住むイヌイットのハンターが、若いオスの一角を捕まえたという知らせが入った。すぐに現地を訪れ、捕獲された一角の体を検査した後、問題がないことを確認すると一角を購入したぜ。念願のオスの一角だね。これで、水族館で展示ができるよ。
この一角は、現地イヌイットの使う言語で一角を意味する、キーラルブックという名を付けられた。その後チームは、2頭のメスの一角と3頭の子供の捕獲に成功し、バンクーバー水族館へ輸送したぜ。合計6頭の一角ということ。かれこれ2年越しの夢がようやく叶ったんだね。ところが、3頭の子供たちは翌月には死んでしまうんだ。え、せっかく連れてきたのに、かわいそうに。このニュースに市民らは反発し、バンクーバー州の自然主義者連盟は一角遠征を強く非難したんだ。しかも、捕獲許可を発行したはずの水産省大臣でさえ水族館を非難したんだぜ。許可した本人なのに？それはひどいね。それにしても、他の白イルカやシャチの飼育は成功していたのになんで一角はダメだったんだろう？一角の保全のためにもぜひ研究したのにね。野生の一角を守るためには、一角の生態の研究は不可欠だ。ニューマン氏は、一角の保全も視野に入れていたぜ。今だって、いろんな海洋生物の調査研究がされているおかげで、海洋生物の保護にも役立っているんだよね。でも、そんなニューマン氏の心配をよそに、ついに2頭のメスの一角もなくなってしまったんだ。市民の非難の声は一層燃え上がり、動物虐待防止協会も水族館を非難した。最後に残ったオスのキーラルブックを北極圏に戻すべきだという声もあった。難しい判断だね。また輸送に耐えられるかも心配だし。そして、キーラルブックもついになくなってしまったんだ。人間に飼育されていた期間はほんの4ヶ月だったぜ。やっぱり一角を飼育することは難しかったんだね。この一連の一角の騒動は、水族館の動物の扱いについて激しい批判を引き起こしてしまい、結果、翌年の1971年には一角保護規制が実施された。以後、一角を捕獲するプロジェクトは行われていないんだ。仕方がないね。6頭みんな死んでしまったのであれば、この先もプロジェクトが成功するとは思えないからね。なんで一角は飼育することができなかったのか。その理由は様々考えられるぜ。まずは一角の臆病な性格だな。大きな体をして、立派な槍みたいな武器を持っているのにね。警戒心が強く神経質なので、そもそも生きて無傷で捕獲することが困難だ。もし飼育できたとしても人になれることも難しい。さらに一角を飼育するには広いスペースが必要だ。オスは牙を含めない体長だけで5メートル近くにもなるんだもんね。最大3メートルもの牙を含めたら相当広いスペースがないとストレスにもなるだろうし、怪我もしやすいよね。複数飼うならスペースもその分広げないと。ちなみにバンクーバー水族館で飼われていた一角たちの死因は皆肺炎だったそうだ。北極圏に生息する一角が飼育下の環境に適応できなかったものと考えられるぜ。環境への適応能力もあまりなさそうね。これじゃ、いくら気を使って運べたとしても、その先人間と付き合うのはストレスだし、体の適応も難しいからとても飼育なんて無理だね。近年、地球温暖化によって一角の生息地の氷が溶けてきている。北極圏では気温が世界平均の4倍の速さで上昇していて、これにより一角やアザラシの生息地が縮小しているんだ。温暖化の影響が北極圏の生き物にも出てきているんだ。さらに、氷が減ったことで人間がこの海域に入れるようになったことも問題だ。貨物船舶が移動したり、地震探査や石油採掘などの人的活動が一角の身近でも起こるようになってきたんだぜ。臆病な一角にとってそれは恐ろしいことだろうね。しかも、大型船だけでなく、観光船のクルーズ船も増えている。夏場は一角を見るチャンスが増えるため、世界最大のフィヨルドがあるグリーンランドのイトコルトルミット村には、夏になると約60隻のクルーズ船が訪れるそうだぜ。確かに、水族館で見られないなら、現地に行くしか一角を見る機会はないからね。こうした船が増えると、一角にとって困った問題が起こるんだ。問題？一角は船に遭遇すると素早く潜水して逃げるぜ。その時の潜水は普段のものとは違って、一角の体にとても大きな負担となるんだ。でも潜水は得意なんでしょ？天敵から逃げるのと同じだよね。確かにシャチなどの天敵に対しても同じような潜水で逃げるけど、こうした機会が増えれば、一角の体に負担をかける機会も増えることになる。普通、一角が潜水するときには体の中に蓄積された酸素をうまく使いながら泳いでいる。でも、船などに遭遇してびっくりして潜水するときは、その蓄積酸素をうまく使うことができず、心拍数も異常に上がってしまうそうだ。酸素が体にうまく行き渡らないと、脳をはじめとする様々な臓器が損傷する恐れがあるぜ。そんな無理して逃げるんだ。こうした状況を考えると、これ以上一角の個体数を減らさないためには、一角の生息域を避ける人間側の配慮が必要だね。今では、研究用にはドローンで観察が行われている。一角のように姿を見るのが難しい動物を観察する上で、ドローンは革新的なツールだ。
ドローンが登場する前は、小型飛行機で観察を行っていたそうだけど、動物たちを怯えさせる悪影響が懸念されていたぜ。ドローンなら、敏感な一角を刺激することなく近くで観察することができそうだね。近年こうした研究者たちの努力の結果、一角について少しずつ解明されてきている。私たちは、無理に一角を飼育して研究するより、より一角にストレスを与えないよう気を配って、そっと見守る方がいいのかもしれないね。今後も一角のストレスに配慮した研究によって、野生の一角が守られるといいね。今回の動画は以上だぜ。不思議な海洋生物一角について解説してきたけどどうだった?一角なんて名前がついているのにあれは角ではなくて牙だったなんて驚きだったね。海のユニコーンとも呼ばれることもあるけど、ユニコーンとは全く違い。単にユニコーンの角の代わりに一角の牙が代用されただけのつながりだったな。でも、情報が乏しい昔の人たちがあの牙を見れば、誰だって伝説の生き物の存在を信じちゃうだろうね。それだけ一角の牙は神秘的で不思議な魅力があるってことだよ。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。